また会ったわね。いいわ。何か聞きたいことでも？ええ、彼の手紙ならバーバラが見せてくれたわ。彼女はまだ父親のサイモンのことを気にかけているみたいよ。今のところ全員無事だと聞いて涙を浮かべてたわ。ん？私はどうかって？ファルコ、彼を父親として見ることを期待しているのかしら。でも他の人みたいに娘として心配してあげるのは無理よ。十分な勇気と強さがなければあれほど大勢を率いる資格なんてない。そういう実力を持った人なんだから私たちが心配してもしょうがないわ。また会ったわね。いいわ。何、そういえば彼は考えがまとまったのかしら。一人前になるにはまだ道のりは長いようね。でも人それぞれ生き方は違うものよ。いいと思うわ。君たちも無駄働きじゃなかったってことね。また会ったわね。いいわ。祭りの日まで頑張って、ようやく丸一日酒場で過ごせると思ったのに、まさか、こっちの方が忙しいなんて。こんなところに隠れていても気が休まらないわ。ビクトリアとダリアに見つかったら、合唱への参加を強いられるかもしれないもの。はぁ、あ。こんな祭り、早く終わってほしいわ。また会ったわね。ええ。ただ、私がここにいることは他言無用よ。まだ場所を変えたくないから。